日本近畿地方奈良県宇田郡ソニ村、ソニ村中心部から見た、屏風岩鎧岳と、昇蓮寺川ソニ村は、奈良県宇田郡にある村。日本で最も美しい村連合に加盟している。同連合で認定された、登録地域資源は、すスきスの名所として知られる、ソニ高原とソニの獅子舞である。また、三重県の名張市にある、京王地形とは北に接している。 奈良県宇田郡の東部に位置する。隣の宇田郡三重村と同様に、奈良県を北部と南部にに区分する場合は南部に分類され、さらに細分化する場合は南東部に分類される。山地下線霊涼タウの気候で、集落は北流する昌連寺川沿いの谷底平野や山腹間斜面を中心に分布している。渓谷の両側には、廟部岩、鎧岳。 カブトタケ等の岩壁がある。奈良県統計、古事記の、祖父、日本書記、仁徳天皇記の、元持山など、古くから歴史に現れる。また、和名称には、宇だ郡漆うるしべの号として見え、村のホームページは、ぬるべの号奈良県曽ソニ村とうっている。奈良時代には、うるしを生産するうるしべの作りが、置かれていた。現代では、 杉や日の木への植え替えを含む伐採などで、自生の漆がほとんど、姿を消したが、2005年に、塩井地区住民が発足させた、漆ぬるべ、貝や、地域おこし協力隊員などが漆植樹による、漆産地復活を目指している。市長村議会、平成の大合併においては、宇田郡三町三村による合併が構想され、2003年4月に、 設置された宇田地区合併協議会に参加したが、ソニ村、三江村の二村のみでの合併を進める動きが加速。2003年11月、両村が宇田地区合併協議会を離脱。2004年1月1日に、ソニ三江合併協議会を立ち上げた。両村で、新村建設についての協議が進められていたが、新村名や役場の位置をめぐり難航。 2005年1月末に合併協議会が解散し、合併は白紙となった。衆議院衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県第3区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、宇田郡、宇田市選挙区となっている。村内の郵便番号は、633から12、XX となっている。千二十一年現在、ソニ村に、姉妹都市、定型都市は存在しない。 国内農業観光業保育園停留所ポールが4本、並ぶ係西口バス停村内を走る、鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、近鉄大阪線の灰原駅あるいは、名張駅。路線バス国道県道病部岸と公園の桜ソニ高原のすすきおかの湯。ありがとうございます。